アリス、どこかへ出かけるのか？ええ、対策本部に必要な物資の買い出しです。そんなことまでやっているのか。今は人手不足ですからね。動ける者が率先して仕事をこなすべきです。せっかくですから、お前もどうです？ああ、もちろん手伝わせてもらうよ。助かります。では早速行きましょう。よし、必要な物資はこんなもんかな。ではキリト、そろそろ戻りましょう。ああ。この匂い、もしかして。キリト、アスナから言われています。買い食いをしようとするキリトを止めるようにと。ね、でもこの人を引きつけるパイの香ばしさは。私は一刻も早くこの任務を済ませ、修練に戻りたいのです。聖号騎士としてまだまだ高みを目指さなければとは。お前はそれを邪魔立てするというのですか？冗談だよ。あ、さあ、じゃあ帰ろう。ま、この匂いは。お前というものは。この匂い、金木犀の香りじゃないかな。確かにそのようですね。こんな街中に生えているのか。ルーリットの村や他の町でこの香りを嗅ぐ機会はなかったのですか？そうだな、少なくとも俺が2年間暮らしてきて街中でこの香りを嗅いだのは初めてだ。ちょっと行ってみようぜ。アリスも気になるだろう。待ちなさい、キリト。ほら、アリス見てみろよ。あそこの露店で金木犀の花が売られてる。そのようですね。私の金木犀の剣はこの世界で最初に生まれた金木犀の木から作られたもの。確かにこうして見ると親しみは感じますが、特に物珍しいという感覚はありません。さあ戻りましょう。あ、ちょっと待ってくれよ。俺さ、アリスの剣以外で金木犀を見るのは初めてなんだ。どうしてそこまでこだわるのです？リアルワールドの公園とかだとさ、秋になると一斉にこのかぐわしい香りで満たされるんだ。なるほど、望郷の思いに浸っているというわけですか。それならばしばらくここにいることを許しましょう。まあ、ありがとう。兄ちゃん、お目が高いね。こいつはかなり貴重な植物なんだぜ。東帝国の山奥の森のある一帯でだけしか生息していないんだ。やっぱり珍しいんだな。アリス、もしよかったらそこに行ってみないか？なぜです？この世界は心に強く思うことが力になる。アリスにとって金木犀という植物は深い関わりを持つものに違いはないだろ。それがいくつも生えてるなら、その光景を目に焼き付けることでアリスの真意を磨けるかもしれない。その提案も一理ありますね。いいでしょう。高みを目指すためその森に行きましょう。よし、そう来なくちゃな。おじさん、その森の場所を教えてくれよ。ひとまず場所は分かったけど。ええ、今から山に入るのは危険かもしれません。また改めて出向くことにしましょう。
山へ入ってから随分時間がかかっちゃったな。しかしようやく話に聞いていた森へ来られました。とはいえどこにも金木犀の木は見当たりませんが。見なさいキリト、ここに枯れ木がいくつもあります。栄養分が足りなくて急激に痩せ細ったって感じだな。まさか新勢力不足で朽ちたのか。やはりこれが金木犀の木々なのでしょうか。そんな感じもするけど、この状態じゃちょっと判別つかないな。ではもう少し探してみましょう。空から捜索するのも手かもしれません。そうだな。魔獣の群れ、こんな場所にまで。キリト、放っておくわけにはいきません。行きますよ。おっ、無事ですか。ああ、でも今の奴らもしかしたら金木犀の木が枯れた原因なのかもしれない。奴らが木々を荒らしたということですか。それもあるかもしれないけど、むしろ大量発生した魔獣のせいでこの森一帯のリソース、栄養が奪われたのかもしれないな。推測ばかりでは真実には近づけません。まあそうだけどさ。近隣に村があったはずです。そちらの住人に話を聞いてみるのはどうでしょう。そうだな、行ってみよう。確かに最近魔獣の群れが現れるようになったな。農作物にも被害が出て襲われた者もいる。そういえば金木犀の森が枯れてしまったのも同じ時期だな。奴らが木々を食い散らかしたのかもしれない。もともと金木犀の森はこの土地に古くからあったんですか。いや、森の奥に住む偏屈な老人、高名な庭師が貴族の屋敷の植林用に育てていたものだ。手入れが何かと難しいらしくてさ、あのじいさんにしか育てることができない木だったんだ。今その庭師は最近村には降りてこなくなったな。数年前に奥さんを亡くしてから随分弱っていたようだが。その庭師も気になるけど、まずは魔獣だな。被害が出てるなら放ってはおけないだろう。はい、この周辺に住み着いたものを全て倒しましょう。無論それで金木犀が戻りはしませんが。ああ、せめて残っている森とこの美しい山は守りたいよな。魔獣の群れだ。先ほどよりも数が多いですね。とにかくやるしかない。これで全部倒せたのか。魔獣が群れを成しているなら長のような存在がいるかもしれません。それっぽいのは今の集団にはいなかったな。とりあえず機械を見て庭師の家に行ってみるか。ええ、いつでも誘ってください。
ハリス、どうしたんだ？なんかぼーっとしてないか？正直、見惚れていました。え？以前お前が言ったように、この山は美しい。ここに金木犀はありませんが、もし存在していれば、この山道の美しさはさらに増して見えるのでしょうね。ああ、まさに山もゆるってやつだな。私はそれを目にした時、何か心に芽生えるものがあるのかもしれない。アリス、忘れなさい今言ったことは。いや、俺もそう思うぜ。心の強さが力になるって前に言ったけど、それって別に何かを我慢するとか決意するとか、心を強く持つってことだけじゃないと思う。自分と関わりの深いものに対して愛着を持つことだって十分心の強さだって言えると思うからさ。きっとその庭師のじいさんもこの山や森の美しさを守りたいと思ってるんだろうな。お、そうこう言ってるうちに小屋が見えてきたぜ。あれが庭師の家じゃないか。そのようですね。ケイト、あいつ、この付近を荒らしてた魔獣、まだ残っていたのか。かなりの巨体、それにあの鍛え上げられた体は、おそらくあれが群れの王者なのでしょう。どうしてそいつが庭師の家の前に。どうか無事でいてくれ。ハリス、あそこで倒れてる男の人が。ご老人。すでに息を引き取っています。天命値も失われています。しかしこの体の状況、殺されたわけではないようです。ハリス、ここに手紙があるぜ。見つけてくれたものへって書いてある。もしかしてこの人の遺書か。では私たちのようなものが来ることを予想して遺書を携えていたのでしょうか。みたいだな。とはいえ家族でもない俺たちが遺書を読むのには抵抗があるな。しかし
残していった言葉を無視するわけにもいきません。それじゃあもうわしの寿命は長くないだろう。いいのだ。老いは木々と同様、人にも必ず訪れるもの。ようやく彼女のもとに行くことができる。死やわしにとっての新たな旅立ちだ。彼女と共にこの美しい森の中で生きたこと、本当に満ち足りていた人生だった。悔いはない。最後にもう一度だけ彼女とこの美しい木々のもとを寄り添いながら歩きたかった。それだけが心残りではある。やっぱり魔獣に殺されたわけじゃなかったんだな。最後になるが、この小屋の奥に挿し木となる苗木をいくつか用意しておいた。使ってほしい。特に金木犀の苗木は丁寧に扱ってほしい。金木犀の香りは魔獣を寄せ付けない効果がある。わしが死に手入れが行き届かねば、金木犀の育ちが悪くなり、魔獣がこの周辺にも現れるかもしれない。つまりご老人が亡くなったことで金木犀の木々の手入れがなくなり、あのように朽ちたと。魔獣を寄せ付けない力があるから、奴らが弱った木々を率先して破壊したのかもしれないな。そういえば現実世界の金木犀も横島なものを寄せ付けないって言われてたな。キリト、苗木をこの遺言と共に村人たちに渡しましょう。そして彼の意志を必ず伝えるべきです。なあ、そうしよう。苗木も渡したし、これで一安心だな。はい、村人たちもこれからは庭師の言葉を守り、金木犀の木々を手入れし守っていくと言っていました。しかし本当に綺麗だな。いつかこの金木犀の苗木たちも成長して、この美しい景観の仲間入りをしてくれることを祈るばかりだよ。どうしたんだアリス、なんか顔赤くないか。なんで突然手を握るんだよ。これは違うのです。違うって何がだよ。私はあの老人の最後の願いを叶えようとしているだけ。そうすることが金木犀の苗木を残してくれていたあの方へのせめてもの行為かと。あの奥さんと一緒に歩きたかったってやつか。それを俺たちで実践しようってことか。そうです。私は聖剛騎士として強くあり続けなければと考えてきました。ですが強さを目指した先に何があるのか、そもそも何のために強さを目指すのか、そういったことから目をつむっていたように思います。しかしこうして世界の美しさを知ることで新たに学べたと思っている自分がいる。この世界は美しい。そしてそれを守ろうとする者もいる。彼らの思いを継ぐこともまた世界を守ることなのだと。キリトが言うように、心を強くするとは戦い以外においても可能なのだと。そうか、なるほど。じゃあこれはそれを教えてくれた人への感謝ってことだな。はい。分かったよ。じゃあしばらくこうして歩くか。ええ、これは仕方のないこと。だよな。どうかしましたか。アリスにも見えたか。苗木が今少し成長したような。はい。ですが、いえ、気のせいでしょうか。いや、そんなことないと思うぜ。アリスの金木犀やあの庭師への思いがきっと
苗木の成長を早めてくれたんだと思う。そうですか。本来ありえない話ですが今はそう思っておくことにしましょう。